2022年10月30日の主日礼拝を始めます。神様にお祈りを捧げながら礼拝を始めましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、今日もあなたの日に愛する兄弟姉妹たちと共にあなたの御前で礼拝を捧げることができ、本当に感謝します。イエス・キリストが言われた通りに、この世では私たちはいろんな問題の中で疲れています。重荷を負っています。でもイエス・キリストは、私のところに来たらあなた方を休ませてあげると約束しました。それでその約束の御言葉を信じて、今日もあなたの御前に来た一人一人の上にあなたの約束の恵みを注いでください。それで今日も神様の素晴らしい栄光が、また私たちには新しい力で、新しい恵みで、喜びで、癒しで、救いがありますように導いてください。あなたの御前に感謝の心で、喜びの心で、また賛美を持っていきます。私たちの礼拝を受け取ってください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。神様に賛美を捧げましょう。できる方は立って賛美しましょう。
それではお祈りいたします。天地の創造主であられ恵み深い天のお父様、皆を賛美します。週の初めである日曜日に兄弟姉妹たちとともに李先生の導きのもと主を賛美し礼拝できる恵みに感謝します。今日は教会に集えない兄弟姉妹の上にも主からの恵みが豊かにありますように。私たちがまだ罪人であった時に私たちを愛し、一人子イエス・キリストの十字架上の血のあがないによって罪許される救いの道を与えてくださり感謝いたします。主の 愛と恵みによって信仰へ導かれ救われたことを私たちが覚えて日々を生きていけますように聖霊で満たしてお導きください。ロシアのウクライナ侵攻、コロナ、地震や洪水などの天変地異を見るにつけ私たちの住むこの世界が週末に近づいていくことを感じます。にもかかわらずまだイエス・キリストによる救いの道に至ってない人々がたくさんいます。私たちの家族にもいます。どうぞその人たちの心を開きイエス様を信じることができるように、自分にはイエス・キリストによる救いが必要だと思える心に変えてください。そしてここに集う私たち一人一人が、またインターネットを通してメッセージを聞く一人一人が良き証人となって福音を伝える者として、それぞれの家族の友達の隣人のもとへと使わせてください。
今病と戦っている方々、試練に遭っている方々、主からの助けと導きを必要としている方々に、そして心に平安が必要な方々に、あなたの御手を伸ばして癒し導いてください。これからメッセージを語ってくださる D 先生を豊かに祝福してください。そしてそのメッセージを聞く私たちを聖霊で満たし、よく理解できるように助けてください。このお祈りを主イエスキリストの御前によって御前にお祈りいたします。アーメン。ありがとう、ありがとうございます。少し涼しくなってパソコンも動かないみたいですね。紹介と報告に行きますね。今日もうもう一度お互いに歓迎しましょう。よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。インターネットで礼拝を捧げる人々にもこんにちはと。こんにちは。なんて言うんだろう、インターネットの今日新しいあの彩子さんがいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。歓迎します。またカズキさんがまた、よくいらっしゃいました。来週は時間が変わります。それで来週どうなるかわからないんですけど、その今はもうインターネットで携帯で自動的に変わりますので、はい、同じように起きたら大丈夫だと思います、はい、それで礼拝の時間は1時30分同じです。それで今週の11月の最初の週の誕生日の方いますか？そしたらお祈りの課題がありますけど、それはいつもの通りお宅に帰っても個人的な時間を持って毎日神様の御前で教会のために、また教会の活動のために、兄弟姉妹たちのために祈ってください。特にオースティン日本教会が神様が建てられたその目的にふさわしい教会になりますように、聖霊様の臨在によって導かれる教会になりますように祈ってください。礼拝と聖書の学びの上に、また伝道の上に神様の導きがありますように、恵みがありますように祈ってください。また病と苦難の中にいる兄弟姉妹たちのために祈ってください。癌で戦っているおじさんと香里さんの上に神様の癒しがありますように、また香里さんは日本にその訪問予定があって本当に、少し健康が守られて日本でも本当にいい時間を持つように祈ってください。またまだ膝とかいろんな病気の中にいるその吉江さん、峰子さんの上に、また美術さんがもうそのそれで、また他の問題の中にいる兄弟姉妹たちの上に神様の癒しがありますように祈ってください。今その学校で風邪が流行っていて、子どもたちが今日は一人も来られなかったんですけど、子どもたちの上に神様の癒しが、健康が守られますように祈ってください。信じない家族と親戚の上に、隣人の上に、私たちを通して神様の福音が伝えられますように祈ってください。また日本とアメリカと、また戦争地でも福音を伝えているその宣教師たちの上に神様の守りと神様の福音をもっと伝えられますように祈ってください。また教会の取りなしのお祈り会と、また聖書の学びがありますので、ズームでやっているので、皆さん興味がある方は教会の E メールとか電話番号で連絡したら、そのリンクを送ります。また献金を時を持ちますけど、献金は礼拝の前と
また礼拝後には後ろにあるその献金箱に入れてください。献金というのは神様が喜ばれる備え物であって、これを通して神様の福音が伝えられますように用いられています。それでお祈りします。ハレルヤ、愛する天の父様、今日もこのようにあなたの御前で愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げるように、1週間の間にも変わらない愛と恵みの中で守ってくださり感謝します。今日もそのいろんな事情の中で教会に来られなかった人々の上に、特に病気の中にいる兄弟姉妹たちの上にあなたの癒しがあって、早く回復できて共に礼拝を捧げることができますように導いてください。風でいるその子供たちの上にあなたの癒しがありますように、お願いします。またオルさんとまたカオリさんの上にあなたの癒しがありますように、ビルさんの上にあなたの力で立ち直ることができますように導いてください。神様、また救われた感謝で、また日々あなたからの恵みに感謝してあなたに献金を捧げます。この献金を通してあなたの御国がもっと広がりますように清めて用いてください。また献金を捧げる、礼拝を捧げる一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますようにお願いします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージの聖書箇所を拝読させていただきます。ルカの福音書7章1節から10節までです。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のような者の家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いて次てきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに怒られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。アーメン。アーメン。ありがとうございます。もう一度お祈りします。愛する天父様、今日もあなたの尊い御言葉を伝えようとしています。足りないものがあなたの清い御言葉を伝えているんですけど、聖霊様が一人一人の上に
心に直接あなたの御心を悟ることができますように祝福してください。人間的な弱さは神様が隠してあなたの栄光とあなたの力強いその恵みが注がれますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。報告するとき少し過ちを犯してその風が風じゃなくて汗がかいているんですね緊張しています。それで私たちは賛美捧げるとき神様の恵みを数えてみましょうと言ったんですけど、それで私たちこの絵でその箱が何個あるのか数えてみましょう。それで箱が見えますか？何個あるんですか？子どもの数学の、その問題のように見えますね。14個があるんですね、はい、それで本当に14個あるんでしょうか？それで携帯がある方はそのこれを取って客で見てください。そしたらどうなるんでしょうか？逆、うん、それ難しいですから、それで私が回してみます。あら、あら、わ、なんじゃらこれ、そうですね、中6個でしたけど、それを回したらこのようになります。そしたら何個あるんですか？わかりません皆さん数えなくても私が先に数えました。50個あります。だから同じ絵なのにその下で見ることとまた上から見ることが違います。だから下で見たら14ですけど上から見たら50個があるようになります。同じものなのに、どこで見るのかによってそれが違うようになります。それで私たち今ルカの福音書を学んでいますけど、またイエス・キリストについて、ルカの福音書、マタイの福音書、また、マルコの福音書、ヨハネの福音書があるんですね。それでイエス・キリストを他の観点で見ていることです。それで今日の本文でもマタイの福音書で今日の話も書いてあるんですけど、少し違う表現とかがあるんです。でもそれも同じことで、表現は違ってもそれを通して私たちがもっと詳しくその話を理解できるようになっているんです。それで今日の本文ではイエス様が人々に、そのこれらの言葉を全て話し終えると書いてありますね。それでこれらの、言葉全ては何でしょうか？それは先週私たちが学んだ三条の水訓です。それでマタイの福音書では三条の水訓というのは山でイエス・キリストが教えたことがはっきり書いてあります。でもルカの福音書ではどこで教えたのかは書いてないんです。だからそれをマタイの福音書で山だと書いてあって、それで山ので教えたその三条の水訓だと考えられるようになります。でもルカの福音書では先週学んだのは三条の水訓と内容は同じですけど、そのようには話さないんですね。それで、でもイエス様がこのこれらの言葉すべて、それは山で教えたということは分かりますけど、カペナウムに入られたと書いてありますから、その話はカペナウムじゃないということは分かります。
それである100人隊長は重んじられていた一人のしもべが病気に死にかけていたと書いてあります。100人隊長はここでは名前が書いてないんですけど、他のところでも名前はわからないんです。それでこの人は隊長です。でも部下が何人いますか？100人です。100人隊長は部下が100人、1000人隊長は1000人ですね。一人隊長はいないと思います、自分が。それで100人隊長ですね。それはその時はイスラエルはローマの植民です。だから大体この人はローマの人です。それで異邦人ですね。だからイスラエルを治め、その支配している人々の中ですね。だから権力がある人々です。それでその人のしもべが病気にかかっていたということです。でその百人隊長はそのしもべを癒すためにイエス様のことを聞いて、イエス様がたくさんの病院を癒したことということを聞いて、それでイエス様にそれを頼むためにユダヤ人の長老たちを送ったと書いてあります。それでしもべを助けてきてくださいとお願いをしたと書いてあります。それでマタイの福音書ではどのように書いてあったんでしょうか。このしもべの病気は何でしょうか。それがマタイの福音書でそれが書いてあるんです。この人の病気は中風です。中風は癒すことが簡単でしょうか、難しいでしょうか。できない。今も難しいですね。それでその人が本当に苦しんで、ひどく苦しんで、また死にかかっていたということが書いてあります。でも古説ではイエス様がカペナウに入られると100人隊長が身元に来て懇願したと書いてあります。今日の本文ではその100人隊長は誰を送ったんですか。しもべは病気になって中部で行かないんです。それ長老たちを、ユダ人たちの長老たちを送ったんですね。でもここではどうして100人隊長が直接言ったように書いてあるんでしょうか。それで昔はその王様が、権力がある人が自分の部下とかしもべを他のところに送ったら、その王様とかその権力の人の権威を持っていくようになるんです。だからその人が言ったことと同じように考えられるんです。それでここで書いてあるその100人隊長が身元に来て懇願したというのは、その表現というのは他のその文書でもそのように直接行かなくてしもべたちを送ってもそのように表現しているんです。だからはっきり私たちが理解できるのは、100人隊長がユダヤ人の長老たちをイエス様の身元に送って懇願した、そのように考えられるようになるんです。人々は聖書を読みながら疑問を持って読んだら、それは信じられないようになるんです。でも信仰を持って信じようと読んだら、それが私たちが理解できるようになるんです。それでその100人隊長は本当に今考えたら、人柄もまた信仰も素晴らしい人です。その100人隊長が誰を重んじられているんですか。それはしもべを重んじられているんです。しもべというのは奴隷ですね。その時代には奴隷というのは人間のように考えないんです。それでその時には奴隷は
しもべは財産のように考えられていて、人格とか人権とか全然考えられないんですね。また病気になったらどうなる、どうするんでしょうか。捨てる捨てるとか、また他の人に売ったりします。でも病気になって、また癒されない、その病気になったら普通は捨てるべきです。その時代に本当に、ギリシャの哲学が発達していたんですけど、その時代に有名な哲学者がいるんです。それがアリストテレスですね。皆さん会ったことあるんですか？ないんですよ。昔の人ですけど、この人は奴隷について話したことがあるんですけど、その人が人間には財産が2つの種類の財産があると。それは命がある財産と、また命がない財産があるということです。皆さん命がない財産ありますか？家とかお金とかというのは命がないんですね。また皆さん羊とか馬とかいますか？それが命がある財産ですね。それで命がある財産の中でまた2つの種類があるというのは動物と人間です。奴隷ですね。でも命がある財産の中で、私の話じゃないんです、この人の話です。命がある財産の中で、その動物と奴隷の違いは、奴隷は話すことができることだけだと話しているんです。だからそのように奴隷というのは、しもべというのは財産であって、また人権とか人格とかは考えられないという時代です。その時代に自分のしもべを重んじっていて、また病気になったのにそれを癒そうとしているんです。だからこの人は本当に今考えても、もう100年前でもアメリカでも奴隷がいたんですね。その時にもその人権とかを本当に考えられないほど悪かった時代です。それなのに2000年前にその奴隷を本当に重んじられて、また病気になっても自分が癒そうと、またお医者さんにも会うようにしたと思います。でもそれもできないので、それでこの人はイエス・キリストのことを聞きました。でもこの人はもっともっとローマ人ですけど、異邦人ですけど、イスラエルの神様が本当の神様である、その信仰があった人です。また旧約も信じていたと思われているんです。それが今日の本文に出てくるんですね。それでイエスのことを聞いて、このイエス様が旧約聖書で予言されていたその救い主であるというのを信じたと思います。それで身元にユダヤ人の長老たちを送ったと書いてあります。どうして自分が行かなくてユダヤ人の長老たちを送ったんでしょうか。それも今日の本文の後ろに出てくるんですけど、自分は異邦人であって、ユダヤ人たちは異邦人に会うのを嫌いです。話すこと、また異邦人の家にも入らないんですね。だからユダヤ人の長老たちに頼んで送ったと思います。でもこのユダヤ人の長老たちを送ったことも、自分はその人たちを支配しているその軍人です。でも命令じゃなくて頼んだと思います。それで謙遜な心で頼んで送ったんです。でもこのユダヤ人たちの長老たちも自分たちの意思でいたと思います。その百人隊長を尊敬する心があって、その人が悩んでいるので、その百人隊長を助けるためにいたと思います。それが4節に、
イエスのもとにその長老たちが行って熱心にお願いをしたということになって、自分の意思で行って頼んだんですね。この人はあなたにそうしていただく資格がある方だと。その理由は、私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれましたと書いてあります。街道、それは今考えたら教会です。どうして異邦人が教会を建てるんでしょうか。それはそれほどの信仰があるということです。自分の財産を神様のために、街道を建てるために使った人です。それでこの人は信仰がある、旧約聖書の救い主の予言を信じていた、そういう人だと考えられるんです。また他のところでも異邦人である人々が神様を信じたことが書いてありますね。特に教の100人隊長ではなくて他の100人隊長がいます。それがどこに書いてあるんでしょうか。それは実力がなくても視力だけあったら分かります。それで使徒の働きの10章に書いてありますね。そこでもイタリア単位部隊の100人隊長がいたんですね。その人の名前は書いてあるんです。誰でしょうか。コルネリオ。コルネリオですね。皆さん実力もあるんですね、はい、それでその人は経験ない人で、全家族と共に神を恐れかしこんで、またユダ人のために多くのその施しをなして、また神様に祈っていったと書いてあります。それは今日の本文に出てくる100人隊長はこの人と同じような信仰を持っていたと思います。それだけじゃなくて、今日の本文に出てくる100人隊長は自分のお金で街道まで建てたその人です。それでユダ人の長老たちは、この人は私たちのために国民を愛し、それは神様を愛し、また街道を建てたということです。だから今日の本文に出てくるその百人隊長は本当に神様をかしこむ、また旧約聖書を信じて救い主を待ってた人だと思われているんです。でもユダヤ人たちは、救い主は自分たちだけの救い主だと思ったのに、誤解していたんですけど、だからこの100人隊長もそのように考えた、誤解したかもしれませんけど、だからイエス・キリストが来られない、そういう心もあったかもしれません。でもイエス様はそれを聞いてすぐ行って彼を癒そうと、治そうと答えてくれました。それでイエス様がその癒すために行ったんですね。それが6節に書いてあります。百人隊長家からあまり遠くないところまで来た時だと書いてあります。だからイエス様は遠いところから来たと思うんですね。それで百人隊長の家に近くなった時、また百人隊長は人々を送ります。またここでどうして長老たちを送ったのか、そういうことが書いてあるんですね。私のようなものの家に入る資格は私はないと、神様の恵みを受ける資格がない、そういう告白をしているんです。また7節では、あなた様のもとに伺うのも ふさわしくないと思っている。だから自分はイエス様に会う資格もない、頼む資格もないということを告白しているんです。それで本当にこの人はユダ人たちを支配するその兵士たちの隊長です。だからその権力とか
身分を考えたらイエス・キリストを命令する人なのに、この人はどうしてこのように謙遜な自分の心を表現しているんでしょうか。それはイエス・キリストが旧約聖書の救い主であり、また神様であるということを信じて、このように自分はあなたの御前に行くこともできない、ふさしくない、頼むこともできないのにあなたが来られるんでしょうかと。それで、ただお言葉をください、それで言葉で癒してくださいと頼んだということです。その次にもっとこの人の素晴らしい信仰が現れているんですね。それは、私も権威の下に置かれているものであって、私の下にも兵士たちがいる。何人いますか？100人いるんです。だからその一人に行けと言ったら行くんです。また来いと言ったら来るようになる。だからこれをしろと言ったらそのようにする。だからそのような権威がある。それでイエス様に、あなたが言葉で癒すと言ったら癒されると信じたということです。だからこれはどういう信仰ですか。イエス・キリストは言葉だけでも空間を超えて人々を癒す力ある方である、そういうことを信じたことです。だからそれは本当に素晴らしい信仰です。弟子たちはいつもイエス様のそばにいてイエス様がなさっているのを見たのに、もう、福音書を見たらいつもイエス・キリストを信じない、そういう不信仰があったんですね。でもこの人はイエス・キリストの話だけを聞いて、このような素晴らしい信仰を持っていったんです。それでイエス・キリストが聞いて驚きました。イスラエルの人々の中でもこういう信仰を見たことがないと。それでイエス・キリストがマタイの福音書では100人と一緒に言われました。行きなさい、あなたの信じた通りになるようにと。それで信じた通りにあなたのしもべは癒されるとイエス・キリストが話しました。それでその時癒されるようになったんです。それで私たちは100人隊長の信仰を見て、私たちが学ばなければならないのは、私たちが信じた通りになるんです。何を信じるのか、自分の考えじゃなくて私たちが信じるべきのは確かな神様の約束です。それは何でしょうか。それは聖書です。聖書は、英語で何と言いますか。バイブルですね。バイブルというのを、もともとの意味が本です。だから本というのはバイブルが、本の中で一番基準になる本がバイブルですね。今もそのように考えられているんですね。経済的な本の中でそれが基準になる本だと言ったら、あったら、それをどのように話しますか。この本は経済学のバイブルだというんですね。またもう物理の本の中で本当に、スタンダードになるその本だったら、これは物理学のバイブルだというんです。だからバイブルが一番権威あるものということです。1年で一番、世界で、ベストセラーになる本は何でしょうか。バイブルです。それはもう何年続いているんでしょうか。いつもバイブルが、聖書が一番世界で、一番売られているというものです。だから、聖書は
人間の本の中でバイブルです。もっともっとそれがスタンダードになって救いの基準になる。また私たちのどのように生きるべきなのか、それが全部書いてあって、私たちが祝福される、そう救われる、すべての基準になるのが聖書です。それを信じるべきです。それを信じたその100人隊長は、信じた通りに自分のしもべが癒されるようになりました。だから信仰が本当に大切なものです。でもイエス様がまた驚いたことがあったんですけど、それは信じない人々がいて驚いたことが書いてあります。それがマルコの福音書の6章では、イエス様が自分の故郷であるナザレに行った時、その人たちはイエス様は神様と信じなくて人間だと考えました。だから人間ですから、イエス・キリストの奇跡を見たのに彼らは不信仰があったんです。それで不信仰で驚いたと書いてあります。それでそこでイエス様は何人かの病人だけを癒すことになりました。どうして何人かだけ、他のところではたくさんの人々を癒したのに、ここでは何人だけを癒すようになったんでしょうか。それはイエス・キリストを信じた何人だけです。信じない人たちは癒されないということです。それがイエス・キリストの力が変わったんでしょうか。カパナウムでは素晴らしい力があったのに、ナザレットではなかったんでしょうか。そうじゃないんです。人々が信じないのでそのようになるということです。だから信仰が本当に大切なものです。信仰というのを、その蛇口を開けることが信仰だと話す人々がいるんですね。どういうことでしょうか。神様の恵みはすでに私たちの前に来ているんです。でも信仰によってその水が、その恵みが私たちのものになるということです。信じたらそれが私たちのものになります。イエス・キリストが私たちを救い主だと信じたら、自分が救われるようになるということです。それで信仰が本当に大切なことです。この世で本当に信じられるものがあるんでしょうか。それが神様であって、また聖書であって、イエス・キリストの救いです。それで私たちがどのような信仰を、どのぐらいの信仰が必要でしょうか。たくさんの信仰でしょうか。マタイの福音書の17章では、からし種ほどの信仰があるなら、この山に、ここからあそこに移れと言ったら移りますと、イエス様が話しました。だからどのぐらいの信仰が必要でしょうか。そうですね、からし種、このような信仰さえあれば山も移すことができるんです。この山移ることができるんでしょうか。それは私たちの目の前に見えるのは山ですけど、私たちがからし種の信仰があったら移ることができるんです。皆さん今いろんな問題の中で悩んでいる巨大姉妹たちがいるんです。病気の問題、また経済的な問題、子供たちの問題とか、人間関係とか、仕事の問題とか、それが山のように見えるんです。経済的な問題の山、また子供の山と人間関係の山とか、私たちが乗り越えられないその大きな問題だと思うんですね。でもイエス・キリストがその問題より
素晴らしい力がある方、すべての問題から私たちを救う方だと信じたら、その信仰がからし種のそのぐらいの信仰だけあれば、それが乗り越えられるようになるんです。それで信じた通りに神様がなさるんです。それで私たちに必要なのは何でしょうか。信仰です。信仰がない人はどうすればいいんでしょうか。神様、私にあなたを信じる信仰の心を注いでください。聖霊様を注いでください。そしたら聖霊様がその信仰を注がれるようになるんです。だから私たちが信仰の目で全ての問題を見るのが必要です。私たちの実際の目で見たら山が見えるんです。その山を消すのはどうすればいいんでしょうか。目をつぶったら見えないんですだから目をつぶって祈ることです。神様に助けを求ることです。求めることです。そうしたら信仰が注がれるようになるんです。私たちに必要なのは目で見るものを信じることじゃなくて、信仰の目で見るのが必要です。最初に私がこの箱を数えてみましょうと言ったんですね。私の考えで人間の目で見たら何個あるんですか。14個です。それで上から見たらそれが50個です。神様は50個を与えたのに、私たちは14個が与えられると不満を持つようになるんです。だから私たちは人間の目じゃなくて信仰の目で見るのが必要です。それで信仰が与えられたものには救いがあります。また癒しがあります。またそのイエス・キリストの力は本当に素晴らしくて、時間も空間も超えて私たちの祈りを通して他の人々を助けたり癒したり、そういうことができるんです。それで教会で自分の祈りの時間で祈る時、おえさんも癒される、また香里さんもビリさんも癒されるようになるんです。それで去年は私たちが沖縄にいるそのエリコさんのために祈った時、お医者さんも癒すことができないと判断したんですけど、それは奇跡で生かされるようになるんです。新しい命が与えられるようになるんです。私たちの祈りを通して空間も時間も超えて、神様の創造の力で他のところで人々が癒しされたり、また救われたりするんです。それで私たちに必要なのは信仰です。イエス・キリストを神様として、救い主として、どういうものも癒す力がある方であるのを信じる信仰です。お祈りしましょう。愛する天皇と様、イエス・キリストは全ての問題を解決できる神様なのに、私たちには信仰が弱いです。私たちを許してください。私たちに聖霊様を注いで、創造主である、また力ある神様を信じる人々になりますように導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。もう一度神様に賛美を捧げる場所、できる方はお立ちください。さあ共に歌いたいと思います。全能なる我が主神よ、全能なる我が主神よ、不可能のない、不可能のない、全我が全て、我が全ての祈り
我が全ての想い、我が夢や全ての願いを、真実な我が主神よ、全ての苦しみを、全ての苦しみ変えてくださる、不可能可能にし、死を打ち砕かれる勝利の我が主たたえよ。主の御言葉、主の御言葉信じ、深みに闇を投げ、主のなされる偉大な御業を見よう。主の御言葉信じ、信仰で歩む、全能の主の力で、全能なる我が主神よ、不可能のない全能の主、我が全ての祈り、我が全ての想い、我が夢や全ての願いを、真実な我が主神よ、全ての苦しみを、全ての苦しみ変えてくださる、不可能可能にし、死を打ち砕かれる勝利の我が主たたえよ。主の御言葉、主の御言葉信じ、神に闇を投げ、主のなされる偉大な御業を見よう。主の御言葉信じ、信仰で歩む、全能の主の力で、主の御言葉信じ、神に闇を投げ、主のなされる偉大な御業を見よう。主の御言葉信じ、信仰で歩む、全能の主の力で、全能の主の力で。父なる神様の愛と、イエス・キリストの恵みと、聖霊様の交わりが、イエス・キリストの神様の御言葉を信じて、神様の御業を求めている一人一人の上に、今から常しえまで豊かに豊かにありますように、祝福しながらお祈りします。